お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロールやっていくんすけど、今日はね、まあ、こちらのデッキを使いつつ、ちょっと、こう、勝率をね、上げる小技的なのをね、紹介していきたいなと思います。で、こちらのね、小技なんですけども、なんと、こう、プレイにね、関する技ではございません。心理っていうんすかね、こう、人間の、こうね、そういう考え的な部分をね、こううまく利用した、テクニックでございます。ですので、こうユニットとかの、なんか駆け引きとかではないですね。よいしょ。で、何をどうするかと言いますと、こちらのね、スタンプを使います。クラロは、こう、いっぱいね、いろんなスタンプがあると思うんですけども、これをね、まあ僕はロケット推し大好きなんですけど、これを使って、なんと勝率を上げることが可能です。で、まあこれなんですけど、絶対そうっていうわけではないですね。なんでこう、まあ試合にもよりますし、対戦相手にも、まあよるんで、まあ絶対的に、こう、も、すごい勝てるようになるっていうわけではないんで、まあそこはね、ちょっと理解してもらえればいいかなと思います。で、こちらのですね、この、まあ、可愛いやつをね、すごい使いたいんですけども、まあ、可愛いやつだけだとただの煽りになってしまいます。で、まあ、こちらではなくて、こちらのね、グッドゲームとか、こうやるのとか、このね、セリフですね。このセリフの、これを使うと、なんと、勝率をね、上げることが可能でございます。で、本当にいいと思うかもしれないんですけど、10秒デッキとかをね、こう使ってる人は多分想像してもらえると、まあ一番わかりやすいと思うんですけど、じゃあ、10秒デッキを使ってる人からしても、ああ、それか、俺いつもやってるわ、って、多分ね、なると思うんで、まあね、軽く聞いてもらえればいいかなと思います。で、まあ、10秒デッキっていうのは、ゴブリンバレルをね、うまく利用して、キングをね、こう落とすデッキですね。わかりますかね？よいしょ、延命する。なんか諦めたふりをして、こう、なんか一個ね、キングを落とすデッキなんですけど、もうタワーをおられて、こう諦めてフリをするんですよ。諦めて、ああ、グッドゲーム、グッドゲームで、あいつ諦めたんだと思ったら、フルブッポするじゃないですか。フルでコストを使った瞬間に、ゴブリンバレル、ゴブリンバレルミラー、クローンとかで、キングを落とすデッキなんですけど、まあ、それは、グッドゲームで、相手に、あ、こいつ諦めたなって思わせたところに、コストいっぱい使わせて、そこをね、こう、逆にね、フルカウンターしていくっていう、まあ、戦術なんですけど、まあ、それとね、ほんと一緒ですね。で、まあ、それの、じゃあ、どの相手の時にそれをするのっていうところなんですけども、ちょっと上手いですね、相手。こう、マジックアーチャーがね、その、僕の今言ってる駆け引きには基本的に必要になってきます。まあ、マジックアーチャーじゃなくても、プリンセスとか、ロケット星とか、端前のね、ユニットでの駆け引きの話を、しております。よいしょ。まあ、というのもですね、まあまあまあ、一回ね、一回丁寧にっていうか、まあただただね、ただただ今回はその技を使うことなく、まあ勝ったんですけども、こう、端前でね、こう、プリンセスとか、端前マジアチャ、端前ロケット奉仕で、相手のタワーをね、削れるとか、削る場面がね、まあちらほらあると思うんですけど、それの相手のタワーがですね、残りちょっとになった場面ですね、まあ試合の決着がつく場面で、こう、残り、タワーが100とかだったら、端前プリンセスとか、端前マジアチャされたら、負けるじゃないですか。なんでこう、されるかもしれないって警戒とかはね、するじゃないですか。なんでそこをこう、うまく使った技になります。なんで、まあ、言っちゃうと、残り100とかになって、こう、相手がユニットね、ナイトとか真ん中行ったらすごい貫くじゃないですか。貫くのを、こう、こう貫こうとするんですけども、わざと、こうグッドゲームって一言言うんですよ。そうしたら、相手からしたら、は？お前試合終わってねえしと思うんですけども、ここにね、ユニットがナイトとか、バルキリーとかいると、あ、こいつマジアチャで貫いて、もう勝ち確だと思ってやがるっていう風になって、こう、ユニットを引き出させるんですよね。エレキとかマスケットとか、こう、ナイトが射抜かれるの嫌だって思って、こうね、高めにね、ユニットを出してくるんですよ。そうすると僕は逆にマジックアーチャーとか出さないんですよね。で、相手にこうユニットを引き出させて、あ、美味しい美味しいっていうので、美味しくね、いただけることができるんですよ。なんでこう、フリーですね。まあ、騙す技。こう、マジックアーチャーとか、まあ、端前プリンセス、端前ロケット奉仕で、最後ダメージを稼ぐわ、勝ったわっていう、偽物のね、こう、偽スタンプコミュニケーションをね、取るんですよね。そうすることによって、相手に余分にね、ユニット1枚咲かすことがね、可能になります。もうね、
そうすると、あ、相手からするともうね、うわお前フェイクかよっていう風にねなるんで、そこをねちょっとうまくやっていければ、こう、まあ途中でもですね、試合の途中の場面でも、相手に余分にユニット引き出させたりとか、そういうね、ことができるので、ちょっとそういう試合の状況になるとね、よりね、いいんですけども、とりあえず、まあやっていきましょうかね。よいしょ、まあ、飛ばして、こういうところで、一回マジ、結構、端前マジ打ちをしとくといいですね。そしたら、あ、この人は端前マジ打ちをめちゃくちゃしてくる人なんだっていう印象を与えれますので、よいしょ。ああ、いいメガゴですね。まあ、そんな感じで、端前マジやっちゃうとか、端前プリンとか結構して、相手にね、この人は端前からめっちゃユニットを出す人なんだっていう印象を与えるのもすごい大事ですね。まあ、人間第一印象が大事ってよく言うじゃないですか。まあ、それですね、ぶっちゃけ。第一印象で、うわ、こいつ端前めっちゃしてくるやつやんって思わせとくんですよね。そうすることによって、この後ね、僕に、もう、すごい勝ちやすくな、いい状況が待ってきますね。これはもうミニペッカーで全部美味しくいただきましょう。相手ポイズンなので、なかなかね、このミニペハンターとかを溶かしきることは不可能ですね。よいしょ。さあ、ここは、ちょっとでも押されてますね。まあ、ローイング飛ばしつつ、マジアチャで打っていきましょう。で、ありがとうも添えたいですね。ありがとう言いたいんですけども、相手のユニットの位置がいい感じなんですよね。マジでさっきから。ですが、ありがとうとか言ってきましょうか。言って、さあ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 、こいつマジアチャーすげえ好きだなって、こう攻めるなって印象を今持たせています。で、ここをもう無視して、もう一回ですね、ここでありがとうって言ってきます。ありがとう。さあ、マジか。じゃあ、射抜けねえ、さっきから。さっきからすごいぐらい射抜けない。ああ、オッケーオッケー、射抜いてますね。射抜いてますね。ありがとう、ありがとう。って言っとくと、そろそろね、相手は警戒してますね。なんで、次に、ここで、うわ、やべえ、サットはやばい。拾います。うぇい。あ、クエイクで勝ったっす。あ、ありがとうって言うんですよ。あれ、言うと、もう一枚。いや、裂いてこいよ。裂いてこんのかい。裂いてこんのんなら、本当のありがとうだわ、おい。これはね、今のありがとうを言うことによって、こう、やべえ、このメガゴ射抜かれるってなるんですよ。普通になると、さらにこう、焦って端前そこにジャイ置いたりとか、なんか、やべえ来ると思って、まあ、読みファイボとかね。まあ、今回はないですけど、なんかそういう感じでユニット引き出させることができるんで、まあ、そこでね、最後勝ち切ることができると。いう場面なんですけども、相手はただただありがとうをさせてくれましたね。というわけで、さあ、スケルトン部隊。まあ、第一印象すごい大事っすね。マジアチャーめちゃくちゃ射抜く系ピーポーっていうことを教えたいと思います。あ、おいしいおいしい。クエイクで削っていきます。こういう時に、まあ、クエイク使うのいいっすね。相手がスキャミコウモリ、もうスキャミマスクの時点でジャイスキャラっていうのはもう本当に僕分かっちゃうんで、ここローフ飛ばしてミニペ受けなのでミニペも添えてあげて相手のミニペッカーを処理します。で、スケルトン部隊も回ってるが、いいウッドでやれ。で、相手は多分勝ってんだ。あれ J ですね。 J、 最近 J のこと僕 J って呼ぶんですよね。謎に J って呼びます。こうアイゴルフタアイゴメン、ナイス。いいですね。耐える。まあ相手ジャイスキャラや雪ですね。矢の雨も雪玉も結構腐る系だと思います。さあ、この試合もね、使えそうですね。グッドゲームよろしくやるな。まあありがとうもよく使う。ありがとう、グッドゲーム、おっととかですかね。なんかそういう感じの言葉を言うと結構騙せますね、相手を。さあ、これミニペとウッドマジやっちゃで多分ほぼ完封ぐらいですね。まあ、スケでも良かったんですけど、スケ回ってなかったんでね。さあ、今回、あれでミニペスキャラ使ったので、まあ、マスケでマジックアーチャーの竹取りつつ、小物が普通に考えて理想なんですよね。なんで、ここに、どっかにマスケが竹取ってきて、よいしょ。まあ、やっちゃいますか。で、早く溶かせ。オッケー、コーンマジカちゃん残れ。ふぅ、残んねー。これ、ジェイスキャラ来るかな、ワンチャン。ミニペサイって、ケツからかな。おー、惜しいっすね、これは。これはスケだけで。
美味しくいただきましょう。なんかスタンプ使うまでもなくですね、コミュニケーションをうまく利用することもなく、ただただ買っちゃってますが、まあそういうこともねありますね。さあ、ここはしっかり下の位置にスケルトンラッシュ咲きつつの、いや、うまいですね、それは。ういからのコウモリが痛いので、いい感じに、あ、余裕ですね。まあ、マジックアーチが強い。まあね、今回の試合ではそういうシーンがなかったんですけども、意外とね、結構使える技なので、こう、まあね、たまたまそういう場面をね、作れるかもしれないので、よかったらね、まあ、頭のね、片隅にでもね、こう置いといてもらえるとすごい嬉しいなと思いますね。こうよろしくやるな、グッドゲームとかの駆け引き、ぜひね試合でうまく使ってみてください。というわけで、まあ今日はね、ただただのんびりねトラグしながら小技なのかもわかんないですけど話したんでね、まあそんな感じで67到達しました。終わります。よければチャンネル登録とね、高評価、そして、心理テクニック使ってみてください。では、お疲れ様でした。